開拓暮らしサンタのところ伊藤サンタです。北海道は余市町で森を開拓しながら家族5人で暮らしております。今ね、母屋の隣の倉庫の改装というかね、居住性を上げて断熱工事が終わって、薪ストーブをつけて今土間の工事をしているところです。昨日ね、一昨日近所の友達に手伝ってもらいながら、地盤を掘り下げて、昨日砂利を軽トラ7台運びました。子供たちに手伝ってもらって、これで転圧かけてちょっと沈んでもういいんじゃないかなと。サンタのところ、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 サンタのところね。そしたら今度は網、鉄の網敷いて、生コンを流し込むっていう段階に来たのかなと。いつもね、ここにね、卵の在庫を置いたり、僕ここで寝泊まりしてるし、デスクワークなんかもここでしてるんで、ここから早いタイミングでやっていかないと、ここでの、やってる行いがこう回らなくなっちゃうので、スピード感持ってねやっていきたいなと思います。よいしょ。ここでね、水場が、ちょっとまたごちゃごちゃだね。すっきりしそうでしない。これから今ね、卵の配達に行くところです。なんやらかんやらちょっとね、昨日砂利運び、いろんなものを、日々のルーティンを、なんていうのかな、しないでおろそかにしてやってるんで、どうも日々のルーティンにしわ寄せが来てるんでね、今日どこまでできるかわかんないんですけどね、今日も一日頑張っていこうと思います。サンタのところ、何やってもなんかね、性格って出るもんですよね。砂利引くのこんなもんでいいかななんて思って、転圧かけようかなと思ってたんですけど、さっきね、アドバイスくれてる酒屋さん来てくれて、もっと綺麗に鳴らしなさいと、こう水糸張ってちゃんとこのくらいのレベルっていう目安を作って鳴らしなさいって言われました。ちょっとその作業をしようと思います。サンタのところ、よいしょ。レベルがね、こっからセンチ8ミリ、ここが10センチ8ミリでしょ。で、なかなか目で見ても分かんないもんですね。こっち全然足りねえぞ。砂利入れすぎたみたいですね。こう運ぶことに夢中になって、なんか測る、いつもね、僕この基礎基本が抜けてるというかね、測るっていうことをおろそかにして、特にやっぱレベルを測るっていうことがね、これ砂利ちょっと分かりづらいですけど、今この木の下の部分から大体25センチで
っていうふうに決めて、こう削って端から削っているんですけど、ちょっとこう高さが出るかな、これ出てるかな、削ってってんですけど、まあやっぱり入れすぎましたね。でこう今一輪車に積んで、でも今ね嫁さん軽トラに乗ってこうお勤めに行ってるので、軽トラがないので足場がないっていう状況で、ちょっと停滞してますねこの作業。入れたものを戻すって虚しいけど、まあやらないとしょうがないな。まずぼちぼちやりますか。今既存のねこっち側のコンクリートの厚さがだいたい15センチくらいで、それと同じくらいのレベルにしようと思うと、ここ25センチなんだけど、10センチでもいいのかな。10センチだったらもうちょい砂利高くできる、外に出さなくてもいいということになるんだな。ここまで砂利敷いて、で電圧かけて2センチ下がるとしたら、12センチのね厚さのコンクリート敷けばいいのかな。ってことは5センチ上げてちょっとやってみようかな。開拓田舎暮らし、伊藤サンタです。サンタのところでは目と手と声をかけて丁寧に育てたブルーベリー、ブラックベリー、ハスカップなどの消化樹を農薬無肥料で育てています。その果実を使って伊藤さんの天才糖だけを加えジャムを作っています。ホームページで販売してますので、よかったら注文してご賞味いただけたらと思います。